皆さんこんにちは、ナルゲルビーチです。では今回は、新ギレンの野望、ベリーハードチャレンジ、シャア総帥編、続きをプレイしていきたいと思います。黄泉の国からハマーンやアポリー・ロベルトがですね、復活を果たして、シャアの独立戦争に味方をしてくれているという、仮想の、戦記になります。ここにはですね、フル、ハマーン、そしてララーも復活を果たしてキュベレー隊として戦ってくれていますね。現在はですね、サイド4、サイド2、サイド5と3つのサイドで連邦軍と戦闘中です。今回もまずはね、シャアがやられないように気を配りながらしっかり戦っていきたいと思います。ベリーハードチャレンジなので、油断は本当にできないですよね。では時間を進めていきましょう。では各サイドで戦闘です。サイド1近辺ではフロンタル、それにドライ戦隊が頑張ってくれてます。フロンタルもね、この時点でやられるようなスペックにはなっていないので、短期であってもゴリゴリ押していきましょう。ここはベイトやモンシャーですね、相手。パーフェクトジョングにはシャリアブルが乗ってます。ちょっとパーフェクトジョング持たないかな。ガルス J では、ベイトやモンシアが乗っているジェガンには、ちょっと勝ち目がなかったですね。ただマリーダさんは強いですからね。ここはキュベレー隊も全く問題ないです。パーフェクトジオングのシャリアブルが落とされたら、ヤクト動画を一刻も早く開発して、ヤクト動画に乗り換えてもらうのが良さそうですね。このキュベレー隊とシナンジュのフロンタルが、現状のメインの戦力になるかなと思うんで、大事に使っていきましょう。シナンジュがやられることはまずないと思うんですけど、キュベレー隊はね、ギリアされる可能性っていうのは当然あるので、注意は必要ですね。報告します。サイド4の反連邦組織支援に成功しました。なお、今回支援した反連邦組織の勝利、まずサイド4の支援成功ということで、これでアリアスがプレイアブルキャラクターとして参加してくれたと思います。報告します。地球連邦軍が外郭部隊を新設しました。ロンドベル、この部隊は新設の報告ですね。反連邦活動の取り締まりを主な目的としています。ロンドベル隊は少数精鋭による艦隊と RGM89 ジェガンをはじめとした最新鋭モビルスーツで構成された強力な部隊です。すでに我々の支援した反連邦組織の調査に乗り出しているとの情報もあります。またアムロレイがパイロットとしてロンドベルに参加した模様です。彼らとやり合う前に急ぎ軍備を整えておかねばならんな。開発部より新兵器の開発が終了したと。ゲラ動画の指揮関係ですね。これにはアポリやロベルト、それに新しく参加してくれたアリアスなんかを乗せていきたいので、生産数一定数はしていきたいと思います。開発部より基本的なモビルスーツの配備計画についてですが、オールドタイプのキャラクターにはギラ動画の指揮環境、そしてニュータイプにはヤクト動画を配備するっていうのを基本にしていこうかなと思います。イリアとかもね、リゲルグだと本当に心配なので、できるだけ早くね、
ギラ動画の指揮官機へと乗り換えてもらいたいと思います。で、ドライセンに乗っていた人たちもね、もうちょっと現状ではドライセンでは戦いきれないところになってくると思うので、まあ、しっかりとギラ動画指揮官機数を用意していきたいと思っています。反連邦組織の急号が進み、十分な数の諜報員確保に成功しました。以降はより積極的な諜報活動が可能です。破壊工作が可能になりましたね。開発部より、まあ、なかなか発言力に余裕がない段階では破壊工作をする機会というのはあまりないかもしれないんですけども、まあ、チャンスがあれば積極的に狙っていきましょう。サイコフレームの開発ご検討ください。サイコフレームの開発はすぐにでもやります。開発が終了したと報告がありました。開発部の報告をご覧になりますか。そして待ちに待ったジャクト動画ですね。これもニュータイプ向けに、まあ、少数生産していきましょう。牛ネイとか、あとはパーフェクトジオングだとちょっとね、もう力不足になってきている、役不足になってきているところありますので、シャリアブル用に生産をしていきます。シャーもですね、まだリックディアスに乗ってるので、まあ、どっか早いタイミングで一度ヤクト動画に、そしてサザビーへとつなげていって、最終的にはナイチンゲールに乗れれば、まあシャーもね、落とされることあんまりないかなと思いますので、まあ、そこまでしっかり持っていけるように頑張りたいと思います。行きます。サイド5の反連邦組織支援に成功しました。サイド5を支援成功ですね。これでデルとか、まあ3人のエースが加わってくれるので、これもやっぱりギラ動画の指揮官機ですね。これは手がっていきたいと思います。終了したと報告がありました。開発部の報告をご覧になりますか。牛ネイ専用機開発完了です。これ牛ネイに早速乗ってもらいましょう。ヤクト動画ニュータイプ向けに生産少数しましょうとかって言ってみたもののですね、ごめんなさい。これ、新ギレンの野望なので、生産数上限があって、ヤクト動画は1機しか作れないですね。なので、まあ、シャリアブルなり、イリアなりに乗ってもらうのが良さそうです。諜報部より報告いたします。ロンドベルの艦隊がサイド3方面へ向け移動中との情報を入手しました。サイド3近辺の廃棄コロニーを拠点とする旧ネオジオン一派の総統が目的のようです。これ確かアムロが登場したと思うので、アムロ対策にフロンタルへ向かわせますか。急いで向かわせないといけないですね。これでフロンタルは今ここがちょっと遠いな。急いでフロンタルを差し向けましょう。フロンタルの配置場所がちょっと甘かったですね。ギュネイには専用のヤクト動画、これマックス改造済みです。レゾンにも専用のギラ動画、これもマックス改造済みです。ヤクト動画にはこの後イリアか、まあパーフェクトジオングのシャリアブルかを配備していきたいと思います。で、敵の配置ですが、サイド3の近くに現れましたね。これ、ブライトが乗ってたような記憶がちょっとあるので、気をつけたいかなと思いますね。ハスラーを、シベ、これ生存させたいな。なんとか生き残ってほしいかなと思います。急いで、フルフロンタルとギュネイ、これを派遣して、さらに増援で、ここにいる、シャリアブル、クシャトリアのマリーダを、サイド3へ急行させたいと思います。では、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、この続きをプレイしていきたいと思います。